ピーター・ジョン・ファレリーは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー、小説家である。弟のボビーと共に、ファレリー兄弟として、ジム・キャリーはミスターだが・ダマー、愛師のローズマリー、二人の男と一人の女、メリーに、首ったけ、ライラに、お手上げといったコメディ映画を手掛けたことで知られている。2018年にはピーターが単独で監督した、グリーンブックが、 トロント国際映画祭で観客賞を獲得し、第91回アカデミー賞では作品賞の他に自身としても脚本賞を受賞した。ペンシルベニア州フェニックスビルで看護師の母と医者の父の間に生まれる。ロードアイランド州カンバーランドで育ち、ケントスクールとプロビデンス大学を卒業した。マサチューセッツ大学アマースト校やコロンビア大学で脚本の勉強をした後、 弟のボビーと共に、メリーに、首ったけ、ジムキャリーはミスターダワー、キングピン、ストライクへの道、愛しのローズマリー、二人の男と一人の女、二人に釘付け、二番目のキスなどを監督、脚本、制作する。他にテレビシリーズ、隣のサインフェルドの第4シーズン第10話、バージンは、お好きの原案も手掛けた。 2016年にボビーモートと共に企画した30分のコメディラウダーミルクの人生やり直し手伝いますのシリーズ化決定がオーディエンスより発表された。2018年には第2シーズンへの更新が発表された。2018年に監督を務めたグリーンブックがトロント国際映画祭で観客賞を獲得する。小説家としてはアウトサイドプロビデンスと ザコメディライターを手掛けているダイレクトスポーツネットワークの役員であるありがとうございます。